はい。では、えー、時間になりましたので、ここから始めさせていただきます。おかんウェビナー21回ですね、えー。本日のテーマは、私という多層構造。なんだか難しげです。そんなでもないんですけど、ちょっとかなりぶっ飛んだところまで、あの、説明を広げてみたいと今回は思いますので、えー、私という多層構造。 あの私なんか、えー、デザインソフトを使いますのであの、レイヤー構造なんて言います。レイヤーっていうのは、あのアニメーションの,あのセル画っていうのをイメージしていただければお分かりになるかもしれませんが、透明なあの紙のような薄い、えー、用紙にですね、透明なビニールのような用紙に絵を描いて、えー、それから背景を描いたものやいろいろを重ねて、 そしてこう、アニメーションが動いていくというような、あの、えー、アニメのセル画みたいな感じですね、えー。レイヤー構造というふうに言うんですけれども、えー、今回はこの私って、自分が思っているこの私っていうのは実はものすごい多層構造なんですよっていうようなことを、えー、ちょっとお話ししてみたいと思いますあ。こんばんは、たくさんありがとうございます。ではですね。 えー、今回はその、えー、私が先日東京大学の方でさせていただいたワークショップの場でご質問をいただいたこと、えー、そのご質問のところから、えー、お話を始めてみたいと思います。えー、記事の方にも載せさせていただきました。さてその質問の内容なんですが、これ大体の感じです。大雑把です。 えー、ダンスを習っておりますということでしたで。もっと上手になりたいというふうなお気持ちがその練習していると生まれる。すると、その自分がこう上手になりたいという理想の姿となかなかそうなれないという現実のギャップにすごくこう焦りや苦しさを感じますというお話でありました。そして、 えー、研究員さんでいらっしゃいますので、本体さんのこととかもいろいろお分かりでいらっしゃったので、本体さんはえ私たち意識に望めと言うそうですねと。でも、今この瞬間、あなたは完全なんですよ、なんてことも言われます。完全なのに望むっていうのが分かりません。 そして望むと苦しくなってしまう。これをどういうふうに、えー、自分で感じ取ればいいのか、取り扱えばいいのかがわかりません。そういった非常にリアリティ溢れるご質問でございましたえ。これに対して私がさせて、その場でさせていただいたご説明を、今回は、えー、図を用いまして、もう少しゆっくり えー、展開してご説明してみたいと思います。なかなか今回もチャレンジです。でも、あの、どうぞ気楽に聞いていてください。で、途中でね、わからなくても、なんかこう、感覚で絵を見ていただいたら、その感覚だけで結構ですので、あの、どういうことなのかよくわからないわってなっても、なんとなしにこう、絵を見ていてください。はい。では、その、かい、解説を出してみたいと思います。ドン。 まずはですね、あのー、私たちの通常の状態え、左脳に意識があるという状態の私の、えー、構造からいきたいと思います。まずその、えー、頭のところに脳がありまして、左脳と右脳があります。水色の左脳のところに意識がある。意識が左脳にあるときですね。この左脳からちょっとこう、あの、図ですので、 ミュイーンと太い水色の線が伸びまして、えー、外側に青い水色の線があります。これが私という青色で表したそうであります。で、この場合はですね、左側に私の体と認知すると書いてありますが、まず私がいます。私が生きている。私がここにいる。ですね。で、私の体です。これは私の体です。すごくシンプルですよね。 私がここにいて、そして私の体があります。これが、サ、え、ノーに意識があるときですね。で、この、あの、体がこの肌色で描いている部分なんですけれども、青い私という層は、この体より外側に私、こう、書いております。これ、あの、ちょっと想像していただいたらわかるんですけれども、えー、例えばですね、 すごく苦手な人が目の前に立っているとします。自分がすごい苦手なタイプの人です。その方が、えー、私の方を向いて、あの、すごくこう嫌そうな冷たい視線をこう、こっちに向けています。あからさまに。嫌そうになんかこう、と見とるんですね。その時、まず反応が起こりますよね。 あの人なんでこんな冷たい目で私のこと見てんやろ。私なんか、え、最近あの人になんかした <laughs> なんかしたなんかすごい気に触ってるめっちゃありありとそんな感じやねんけど。え、どういうことこれなんかちょっと話しかけて聞いた方がいいそれとも、なんかすごい怖いからやめとこうかみたいな、もうすでにこれ反応が起こっていますよね。まあ、それぞれの方にいろんな反応があると思うんですけれども、これが関係性であります。外側の世界と、 私というこの青い層がいろんなことをきっかけに反応し合う、そういう関係性であります。で、これ、もしですね、この青い私という、えー、層が体の内側に入り込んでいたらどうでしょう体の方が先に世界と接するとしたら、外側に私という層がこう、外側にあるのではなく、 内側に私というのが入っていたらどうなるかと言いますと、やっぱり苦手なタイプの人が目の前にいて、こちらにこう、嫌そうな、あからさまな視線を向けていたとしても、体って何にも感じないんですよ。体はそれに対して別に反応しないんです。だから、この場合、関係性は起きないんですね。あの、殴られたら、あの、痛みを感じますから、 反応は起きます関係性というのがそこで発生しますけれども先ほどのようなこう冷たい視線を受けたとしても体って全然関係なしです試しにやってみてくださいご自分の手に向かってね精一杯冷たい視線を向けてみてください何も感じひんでしょう <laughs> あの体は全然そういう関係性を持たないんですね あの、コミュニケーションという意味での関係性を持たないです。なので、私というこの、えー、関係性を持つ意識の層は、えー、体よりも外側にあります。大体はこの顔の前に仮面のような形でこれまで書いてきたんですが、今回はちょっと全身ということで、あの、一番外側に 青い線で書いてあります。これが、左、え、脳、ー、に意識があるときの非常にシンプルな、私がいます、私の体ですという状態であります。これがですね、では、えー、この左脳のもうちょっと特徴のところを、えー、今回も出しておきたいんですが、よいしょ。はい。左脳の機能っていうのは、大体ハサミです。ハサミやと思っておいてもらったら間違いないです。 サノ、えー、の機能は、ハサミのように切り取り、切り出し、分けること。そして言葉で名付けて認知すること。これがサノ、えー、の主な機能でありますので、左脳にある意識もまたハサミのような意識になります。あの自然とそういう働きになります。これもちょっと例え話をしてみたいんですけれども、えー、体育館にですね、えー、自分ちのご近所、 えー、広い範囲でのご近所さんが数百人集まってですね、体育館の床に黙ってみんな座っているとしますで。そこに自分も入っていって、体育館の床に座ります。何百人の人が座ってあります。もう座った途端にですね、周り見ますよね。あ、あの人、うちの、あの、通りの奥から2軒目のとこの奥さんや。あ、いたはった。 あ、あれ、うちの会長さんや。会長さん、こんにちは、どうも。<laughs> 向こうにいたはんのは、あれ、二丁目の町会の会長さんかな。あ、その奥さんも来たはるな。あ、これ、あの、うちの近所の人やで。でとにかくね、とにかく切り取って、切り分けて認知したいですよね。特にそれが相手が人間である場合、余計にです。ひたすらに切り取って、切り出して、分けて、あの人たちは全員私ではないという認知で、 そしてそれぞれのお名前なんかを確認して認知することで安心します。この時、何百人の人が一つの体育館に黙ってじーっと座っていたとしても、何かこう共通の分かり合いが起きるとは全く思わないですよね。もうみんながこうヒヤヒヤしてお,お互いを見てるだけで、何か急に あの共通の理解が心に生まれて全員で一つのことを急に理解するなんていう共鳴は起きそうにないですよね。これが左脳のハサミのような意識であります。一旦分けて、そして、えー、言葉で認知していく。これが私たちが、えー、一番最初左脳の状態にある時の意識の働きです。これが一番外側に青い線であります。じゃあここから えー、右脳に回帰してそして少しずつ段階を踏んで深まっていく意識の認知を、えー、ゆっくりお話ししたいと思います。よいしょ。まず意識が、えー、エレベーターの呼吸とかもろもろのワークを頑張って、えー、自動思考が止まりまして右脳の方に意識が行きました。そうしますとまず最初におそらく起きるのが、えー、内側でのその言葉の えー、声が聞こえなくなります。怒らなくなりますので、えー、とても静かで楽になりますね。で、その後ですね、先ほどのこの青い線で書いた私感覚、この皮膚よりも外側にあってコミュニケーションに反応していたこの私感覚っていうのがね、少し薄くなります。これ、少し薄くなっただけでもめちゃくちゃ楽になります。 先ほどのように苦手な人がこちらを向いてこう冷たい視線で私の方を見ていたとしてもですね、あの方どうしたんやろうなんか目悪なりはったんかな <laughs> なんかやたら目細めてこっち見てはるけど、あ、私のこと見てはるえみたいな感じでですね、反応が明らかに私の側の反応が薄く柔らかくなります。いきなりその 嫌われてるとか嫌がられてるとか何か言い返してやろうかとかそういう苦しみを伴うような、えー、苦い反応がですね薄くなって起きにくくなっていきますこれはどん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 と右脳で生きるごとに、えー、深まっていく感じでありますというのがまず一番最初にちょっとあのご説明しとくべきだったんですがこの意識ってやつこの意識ってやつって、えー、夜寝てる時以外ってめっちゃ じゃあビージーじゃないですか。忙しい。もう超ビージー状態ですよね。起きてる限り何かしらをこう考えたり感じたりしている。つまり刺激の塊なんですね。だから意識がサノにある状態だと、サノをずっと刺激するわけです。 そして脳というのは刺激されるとそこに血流が流れて栄養が入り込んできますので、どん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 過剰になっていくという作用があります。別に私たち意識が、えい、ー、サ脳を過剰にしてやれって考えてやってるわけじゃないんですけど、もう元々がとてもビジー状態、エンジンかかりっぱなしみたいなのが意識ですので、サ、え、脳、ー、にあった意識が今度この右脳に移ってきますと、やはり同じように右脳が 活性化していきます。そして今まで過剰だった作能がゆっくりと時間をかけて収まっていきます。半年ぐらいかな。半年ぐらい経つとかなりそのサノの過剰が収まったような体感が出てくると思いますが、そうでなくてもまずはこの私感が薄くなるというのは感じ取られるんではないかと思います。そして、えー、私感が薄くなると同時に、 えー、うというのは体の神経とこう深くつながっていますので、意識が神経とシンクロ始めます。体の感覚、身体感覚がだんだん濃くなっていきます。これはもしかするともうすぐ、その日のうちに、あ、なんか体の感覚が濃いっていうふうにわかるかもしれません。 今まであんまり意識しなかった体が常にここに自分の首から下に体があるこんな形だというのが感じ取れるようなこう身体感覚の濃さになります。私感が薄くなる分身体感覚が濃くなりますので意識が余計にこちらの体の方に向かうというようなことが起きてきます。そして神経と意識がこうリンクして体のことを感じ始めますと え意識と細胞がだんだんこう近づいてくる、仲良しになってくる、意識が細胞に寄り添っているような感じになってきます。そうしますと今度は、この黄色い部分が本体さんであります、えー。私たち意識が細胞と共鳴して近くなってきますと、 先ほどまでサノ、えー、だった状態の時は私の体ってすごいシンプルに私の体ですぐらいの外側から見たようなシンプルな感覚で捉えていたものが、えー、細胞を活かしてくれて真に私を生きている存在としての本体さん大きな無意識を感じ始めます、えー、そうしますとこの体がですねこの60兆の細胞群が あの、一つのミスもなく、次々と生まれて死んで、そして全ての機能が止まらずに、今この瞬間も生きている、全ての細胞が、こう、必要な栄養でどんどん満たされて、完璧な状態になっているっていうのは、これは奇跡だなという実感が、あの、深く湧いてきます。なんてすごいんだろう。私の体なんてとても思えない、あの、奇跡の塊だ、これは。 あの生命の凄さですね。その私というよりは、私の体というよりは、奇跡のようなこの生命の働きが、今私の体である。この体を鍛えて、なんていうかな、生きてくれている。そしてそれすべてを調整して生かしてくれているのが、私ではない。これはもっと大きな意識でないとこんなことはできない。 だからそれを本体さんというふうに私は呼んでいます。私以上に私である存在というようなイメージです。そしてこの本体さんは、えー、先ほどの肌色のこの肉体の部分と、えー、私という一番外側の青い層の部分の間にちょっと色を塗っています。こんな感じで、えー、私よりも体に近しい意識。そんな感じですね。 この本体さんが、えー、私を生きてくれているというのがだんだんと深まっていく、えー、右脳が活性化していく中で、えー、自分の中でつかめると思います。こんな感覚になります。もしかするとまだあの今自分は左脳ですけれども体のことを考えると あのちょっと感激して涙が出ますというような方はもうすでに本体さんを感じておられるんじゃないかなと思います。これは誰でもそう思おうと思えば感じられると思います。そしてですね、この本体さんが私たち意識に対して望めというふうに言います。そして意識はですね、え、私が望んでいいのですね。これが今日の一番最初に出てきた質問の一部でありますね。 私が望んでいいのどうしてどういうことなのえ、私って完全とかって言われるけど、全然完全じゃない。あの、本当に、へたれで、ダメなとこだらけで、欠点だらけで、こんな私が望んでいいんですかというところが、えー、質問でありました。どう思われますかね。 本体さんはこんなにすごい、もう私たちの何千倍何万倍みたいなすごい意識体であるにもかかわらず、こんな小さな意識である私たちに自分の人生についてもっと望めと言うてくるわけです。さあ、こっからなんです。あの、こっからね、結構ぶっちぎって、えー、ぶっ飛んでいきます。<laughs> 書きながらちょっと笑ってました。ぶっ飛びすぎかなと思いながら。でも、これを一回ご説明しないと、この私というものを正確につかめないんじゃないかと思うので、えー、今日はやってみます。まず、なぜ私が望んでいいのというところです。はい。えー、まず、私という意識は、先ほどもやりましたように、外側の世界と関係性を持っています。 私という存在の中で一番外側にある意識であります。で、外側の世界と、え右脳に意識がある場合は、左脳を通じて、その外側にある私という意識をえ感じまして、そして外側の世界とえ関係性を持ちます。いいなあ,あんな体験したいなあ,あんなもの食べてみたいなあ,あんなところへ行ってみたい。 それからあんな体験をしたり、こんなチャレンジをしたり、それから他の人の役に立って感謝されたり、そういったこともやってみたい。これが外側の世界との関係性において、望みというのが発生するということですね。で、あの本体さんは外側に私というこの構造がありますので、直接に外側の世界と関係を持ちませんし、望みも持たないんです。 えー、常にずっと体の方を向いて、体を完全な状態にしてくれている。その上で、私たち意識に自由にやってごらんというふうに、こう自分は目をつぶってですね、あの、行きたい方に指さしてごらん、そちらに進んでいくよというふうに、望めと言います。そして、ここからが、なぜ望めというのかという、えー、もう一段階深い、一段、二段、三段ぐらい深い、 理由になります。えー、ゆっくり説明してみます。こうです。はい。<laughs> 急になんだかわからなくなりましたよ。<laughs> 先ほどのように、私たちの内側には個人体験があります。この個人体験というのは、外側の世界と意識との関係性、そしてそのことによって、体の内側に起こるいろいろな反応や感じですね。 その反応や感じたこと、そして外側の世界との関係性のすべてがこう合体してミックスしたようなものが個人体験として私たちの内側にあります。私の位置で同時にものを見ることができる人っていうのはいないわけです。ここに目玉がありますから、ここに同時に重なって他の人の目玉って絶対ないですよね。この角度から世界を見ているのはこの肉体だけ、その個人体験だけなんです。 そして、この下からですね、突き刺さっとるような、この、円錐状というんですか、トゲみたいなやつ。これ、このトゲみたいな部分が、あの、カッコ仮で、魂だと思ってください。魂、カッコ仮であります。この、魂、カッコ仮を通じて、下から白い光が上がってきます。文字通り下からです。え白い光が上がってくる、 この白い光はワンネス、つまり一つの精神、えー、であります。この世界を体験しているたった一人の方、たった一つの意識、この、えー、一つの精神である光が下からこの魂の通路を通って上がってきまして、私たちが個人体験として今この瞬間体験していることを一緒に体験しています。 そして、これを一つの意識が、今この瞬間、私を体験して戻っていき、私を体験して戻っていき、私を体験してまた戻っていきます。つまり、一つである精神が、私というキャラクターの内側で体験していることを体験してるんです。どうでしょうなんとなく、なんとなくでいいです。あの、え、そうなんみたいな感じでも大丈夫ですんで、えこれを、 もう一段階、えー、広げてみたいいと思います。こうです。一番下、これ私、ウニって言ってるんですけど、<laughs> ウニのトゲトゲみたいなのが一つのところから出ています。このトゲ一つが一つの、まあ、言った魂みたいな、えー、 存在、役割だと思ってください。でも、結局のところはそのワンネスの精神で形作られたウニであります。このウニの一本の棘の先に、えー、一人の人物の個人体験があるわけです。そして、この一人一人全部違うこの個人体験を、たった一つの精神が、この瞬間、すべての人を体験しています。頭パーンになりますね。 頭パーンなるんですけど、これはお芝居の世界なんです。えー、これを私が体験いたしましたのは、えー、一番左脳から右脳に切り替わってしばらくしたワンネスを体験した時でありました。その時、なるほど、世界って、この大勢いる人間って全部お芝居をやってるんだと。だから、このトゲのところにちょっと下がったあたりの意識までつながりますと、 トゲの辺りの意識に自分がつながりますともうすべてがあの楽しく面白いお芝居なんですね。この人は今一番苦しんでいるという役割をやってる。じゃあこの人はそれに対して親身になってアドバイスをするという役をする。そしてこの人はそれをヒヤヒヤしながらちょっと遠くから見ているというふうにすべての出来事が。 自分たちで決めて、自分たちで演じているお芝居の世界なんです。そして、それを、このたった一つの精神が、すべての瞬間、すべての人を、えー、体験し、えー、一緒にそれを共有して経験しております。どうでしょうだいぶぶっ飛んでますよね。<laughs> だいぶぶっ飛んでるんですけど、これが真実なんです。だから、 私たちはこの青い部分の一番最初にありました、私というこの、えー、そうですね。ここはキャラクター設定なんです。私というキャラクター設定、お芝居の台本であります。自分というお芝居の部分の脚本、台本、キャラ設定なんです。だから、これいくらでも書いていいんですよ。 どんなにこの青い部分の自分の設定を、例えば今は、えー、貧しいけれども、めちゃくちゃ裕福な自分に書き換えてなってやろうというふうにしたとき、この脚本は好きなように外側の世界と関係を持って反応して望んでいいんです。そして書き換えていいんです。その方がですね、喜ぶんですよ。この一番下のワンネスの意識は。おお、また変化したぞ。 また外側のへ世界と関係を持って、望みが生まれて、このキャラクター設定が変化したぞ、ということで、めちゃくちゃ喜んでくれはるわけです。なぜならば、この一番下の、あの、一つである精神、これはゲームのプログラマーみたいなものだからです。この世界が、例えばドラゴンクエストというね、あの、有名なゲームだとしますと、えこの一番、 メインにここで書いているこのキャラクターは、えー、登場人物であります。勇者さんかもしれませんね。勇者というキャラクター設定の存在であります。で、その勇者に、えー、王様が魔王を倒してこいなんていうあの話をするキャラクターがいますよね。そしてその隣に、えー、その王様の王妃様が存在して、また自分に何かアドバイスをくれる。そんな風にに全てのキャラクターがあるんですが、 プログラマーはすべてのキャラクターを設定したがゆえに何にも楽しくないんですよ。このままだと。わかりますかプログラマーさんがゲームをして楽しいなんてことは多分ないんです。なぜなら全部わかってるから。どこに行って何が起きるか、えー、その世界がどうなっているのか、ストーリーがどう展開していくのか全部わかっているときちっとも楽しくないですよね。だから、 この一つである精神は、私たちの中に右脳を作り、左脳を作って、順番にそこを意識が移動していくことによって、え左脳の時点で、私というこの意識の層を作りました。私という意識があるために、外側の世界と反応したりして関係を持ち、望みを持つようになりました。そのことで私たちは自分というキャラクター設定を書き換えることができます。 もっと強く、もっと豊かに、もっと元気よく、自分の望みによって、自分という存在を変えていきます。そうしたらもう大喜びです。またストーリーが複雑になって、また世界が複雑になって、これを体験するのが本当に楽しい、本当に幸せだ。だから、このキャラクターであるあなたよ、あなたのことを愛していると、ワンネスは思うわけです。本当に貴重で、 あなたという存在があって、この世界があるのだから、あなたという存在がどんなに望んで変わっていっても、そのことを歓迎する。そのことを喜び、えー、あなたという存在を喜び、ずっとずっと愛している。これが私たちがどんなに変化を望んでも完璧であるという意味なんです。私たちがどんなに変化をして、その変化の中で苦しんでも、外側の反応に苦しんでも、 常にその苦しみと同時にそれを体験してくれている一つの精神が私たちの中にこう入ってきてまた戻って入ってきて戻ってで、ね、全てを記録していってます。ワンネスが全てを記録し私たちの苦しみにも喜びにも同時にそこに存在して感じてくれている。そしてその複雑さを喜び、えー、お芝居である世界だけれども そこに生まれる様々なドラマ、様々な物語を楽しんでいます。これが完璧であるということです。すべての人が望んでいい。どうでしょうなんとなくでいいんで、わかりますでしょうかよかったら今ね、少し感じてみてください。この私という内側の空間に、いつも私は苦しんだったり、悩みだったり、迷いだったり、 イライラだったりいろんなことを感じているけれどもそれを必ず同時に一緒に感じてくれている一つの精神が私を共有して私のキャラクターの内側で私というキャラクターをめちゃくちゃ楽しんでくれているどうでしょうなんとなく感じられるでしょうかこれをですねあの忘れずにずっと覚えておいていただいて あの、意識していると、例えば、電車の中で大勢の人が乗っていますよね。あ、今、この人たちと同時に一つの精神がこの人たちの中を、えー、同時に感じていて、そして私の内側も同時にその一つの精神が一緒に感じてくれていて、この電車の中という一つのお芝居を楽しんでいる。そういうふうに感じるとですね、あの、 あの人なんか嫌そうな人やなとか、あの人なんか怖そうやなとか、この最初の作能の切り取って認知するというところから、一気に一つである。みんな違うんだけれども、今この瞬間同時にここに存在している一つであるというところに、なんとなくなんですけれども、こう、意識が膨らむような。 つながり合うような感じを感じることができると思います。時々私も電車に乗った時にそうやってニヤニヤしております。気ょいです <laughs> い。みんなで一つだぜって思いながら見ています。これが私という多層構造であります。部分部分を見ると矛盾があったりするんですけれども、順番に追っていきますと、この一つの精神が全ての人を生きている。だからこそお芝居の世界である。 でそれをみんなは真剣にお芝居をしているわけですね。この見方をぜひ私というのは本当にたくさんの層でできているんだな。最後には全てと一つにつながっている私の全ての記録を、えー、同時に感じ取って記録してくれているワンネスという一つの精神がいて、えーまあ、もしかするとその方が世界にはたった一人その方しかいないのかもしれないけれども、 その方が私を、私を感じて一緒にいてくださる。そんなふうに思うと、めちゃくちゃ皆さんの変容は進んでいくと思います。ぜひ試しにこれについていろいろとこう考察して感じてみてください。これが私という多層構造であります。 ちょっとワンネスまで飛び出すと、あ飛びますと、ついていけないわとか、えー、何言ってるのかわからないわという方もあるかと思うんですけれども、ちょっと頭の片隅に置いていただいて、いろんな構造形態はあるけれども、全部が重なり合って私を構造しているんだな、構成しているんだなということだけ、ちょっと覚えておいていただければ、これからの変容にすごく役に立つと思います。 はい。では本日は、私という多層構造というテーマで、おかんウェビナー21回お送りいたしましたえ。次回はちょっと今月がずれて、あの、進行しておりますので、9月は11日の水曜日、今日と同じくえ夜20時からの予定になっております。えまたあの頑張ってカレンダー作って貼ります。先月あまりにあ、今月かあまりに遅かったので、今月は頑張ろうと思います。 えでは、また皆様の,あのご感想や体験をシェアしていただけるとありがたいです。えー、本日は以上になります。また次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。